私たちは千年後のあなたに何が残せるのだろうか。いや、何を残さなければならないのだろうか。それは絆の大切さだと思う。自分の命をも顧みず人を助けようとする仏様のような心の糸を半分も持つ人間。一方で人を恨み妬み嫉妬するという醜い心の糸を持つ人間。この仏様のような心の糸を半分持つ人間は他の人々とその似合い貧困の糸として結び合っていくこと、それが絆だと思えてならない。東日本大震災で日本人が経験したこの絆の大切さを千年後のあなたに捧げる。